んこんにちは。ファミの神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井と受付カウンセラーです。この神の神チャンネルでは皆様からいただいた質問に対しての解説や AGA 治療された方の症例の解説などを行っています。今日は植毛した後運動はいつからできるのか、またなぜ運動すると良くないのかという質問をいただきました。今回はこの内容について解説をお願いいたします。なるほどですね。まあ、植毛をしたらまず運動をですね、控えていただくということになってるんですけども、これが、まあ、なぜなのか、そしてどのぐらいかということですね。で、まあ、まずなぜなのかということから考えてみたいと思うんですけども、まあ、植毛した後に一番重要なことは当然定着率ですね。ちゃんと生えてきてくれるかということが一番重要だと思います。でまず毛根が定着する毛根、まあ、グラフトというのは、まあ、採取した毛根ですね。それは移植してから大体3日間で定着すると言われています。でその3日間が過ぎて、頭皮からのですね、血管が、毛根の血管とくっついて、まあ、そのグラフトにですね、新たな血流を与えることによって定着して、髪の毛がそこに、まあ、実際にですね、本当に定着するわけなんですけど、それには2週間かかると言われています、まあ、1週間から2週間。そうすると、まあ、まずこの時期が一番重要ですね。まず、3日以内にこう擦っちゃったり取っちゃったりすると、抜け落ちてしまうわけですね。ですからもう当然3日以内は絶対にですね、これはもう慎重に、運動も含めてですね、慎重にしていただきたいです。当然運動したらね、ピュッとした瞬間抜けちゃったりね、大変です。で2週間以内にも定着するまでに、例えば汗をかいたり、まあ、いろんな運動ですね、こう、して血流が、まあ、良くなるのはいいんですけど、良くなりすぎたりしてこう定着が悪くなってしまうリスクがあるので、まず2週間は避けていただきたいですね。まあ、3日過ぎたら軽い運動ぐらいはね、いいと思うんですけども、慎重に行く場合は2週間。でさらに、まあ2週間定着したからといって、ここをぶつけたりですね、何か強い刺激をすれば当然やはり良くないわけです。そうするともう安全に行くなら2ヶ月間、この辺はですね、ヘディング、サッカーでヘディングとかですね、それをやっちゃいけませんので、これはですね、2ヶ月間ぐらい、1ヶ月間から2ヶ月間はここに直接何かこう影響を及ぼすようなですね、運動は、控えてください。ですから、まあ、最終的には自己責任になってしまうんですけども、そのスポーツをしたから定着しなかったんでしょうなんてことを私たちが言うことはありません。全てのことにおいて私たちが責任を感じているんで、ただご本人にとってやっぱり定着するかしないかってすごく重要ですよね。痛い思いをして、お金払って、たとえ私たちが保証してもう一度手術しても、でもそのなくなってしまった毛根を返して差し上げることはできないので、ですから皆さんもですね、ぜひ私たちと一緒にですね、協力というのも変ですけど、手術した後はですね、この、植毛した部位大切にですね、扱ってあげてくださいね、いたわってあげてくださいね。はい、こんな感じでしょうか。はい、植毛後のアフターケアはご自身で行っていただくことが基本となりますので、移植した毛が定着するまではなるべく頭皮に刺激を与えないように生活することが大切なんですね。はい、はい、このチャンネルでは AGA についての情報や皆様からのご質問にお答えしております。わからないことございましたらぜひコメントお待ちしております。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。